皆さんこんにちは、万次郎です。今日は今現在国道510号線を西に向けて走っています。今日はですね、相模原駅からですね西に向かって道志道通って、途中で河口湖の方に向かいます。で、河口湖の中にあるツイッターのお友達に教えていただきました。小作というポート屋さんに行って食べて、でちょっと一回りして山の中を通ってね帰っていきたいと思います。安全運転で行きたいと思います。よろしくお願いします。今日初の八重です。ありがとうございます。今日はねできるだけバイクの人に違ったら八重を返して、八重を返して八重をしてコミュニケーションを取っていきたいと思います。413号線です。はい、ここからですかね、道志道っていうのは。道志まで28キロって書いてます。山の中湖46キロ。うわ、時速50キロで信号なしでも1時間の人が八重嬉しいっていう風に言ってくれました。肯定的なね意見はもう 100% でうぜえやめてくれっていう、回答はゼロですね。喜ばれるようにコミュニケーションを、ね、取っていきたいなと思います。よいしょ、ジュさん、ジュシーありがとうございます。やいやい、やってよ。17、18、ありがとうございます。素敵なカップルさんでした。はい、18、19、20ですね。ありがとうございます。20やいただきました。ちょっと怖いな、ここツルツルで。半分くらいですか。バーイ。21、ありがとうございます。22、嬉しいね。結構ライダーさんいるんですね。久しぶりの停止信号ですね。元気でいってらっしゃい。道
内側です。今回初めてですね。おお、すごい。こんな近くまで木が生えてる。はい、到着です。ちょい四方と食べていきましょう。それでは帰り道の出発です。これから河口湖を半周してね、138号線に乗って鶴市の方に向かって、いいな鶴市の方に向かって35号線を取ってね、福井湖の方に抜ける道で帰りたいと思います。すごい天気も良くなってきて、お昼ご飯食べた後にお店出た時はもう結構な雨だったんですけど、雨も止んで、
路面もちょっと乾いてきましたね。ちょっとよかった。1号の、じゃあここで今なんかこうお別れかな。38走って139に入っていくね。さすが秘書と言われてるだけあって涼しいですね。快適快適、クーラーなしで窓開けて持ってきたいぐらいですね。よいしょ、はいはい。9号線になりました。今ちょっと坂道下ってきて、ちょっと下り坂なんですけどね、耳がキーンとなりますね。高低差ありすぎて いこです。綺麗。ちょっと降りてみたいね。これでですね、今日の動画終わりにしたいと思います。今日総括しますと、道志道ですね。やっぱり道志道ライダーさん多くて、すごくたくさんのライダーさんに出会えてとても嬉しかったです。で、道の駅道志過ぎますと、すごく、ライダーさんも減ってですね、すごく、ちょっと低い気温のところを走っています。涼しくてとても気持ちよかったですね。山中湖のほうとうもすごく美味しくて、で帰りはですね、139号線と県道35号線取ってきましたけど、やっぱライダーさん少なくてね、ちょっと寂しい思いもしましたけど、なんか伸び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 と走る分にはすごく楽しく走ることができました。それでは皆さん、また次の動画でお会いできたらと思います。ありがとうございました。